平らきは、平安時代中期の武将、平ら県の長子、平らき平まさ、平忠きもちも同一人物とされる。父、両県らが、いとこの平の正門とたびたび争い、勝利して、正門の妻子を捕らえ、上ずに拉致すると、弟、高連と共に、これを正門のもとに逃がしたとされる。上平7年に正門の訴状により、朝廷から下された、 水部のカンで、トらと共に対象になっているため、この頃は、父と共にマサカドと争っていたとみられるが、天行2年6月に、父が病死すると、マサカドと対立する、平ラ・盛らとは距離を置いて、中立的立場になったと言われている。12月に、マサカドが、新王を自称し、反乱を起こすと、翌天行3年に1月14日、 正門の建成のために任命された八人の東国城の一人となり、正門の乱の鎮圧後に安保主となった。天行五年、藤原秀里の公認として、武蔵守となり、正門の乱によって荒廃していた、武蔵国金牛山戦争時を再建したことで知られる。また、天行八年の三月十八日に、高宮日の枕元に観音様が立ち、 この沖合に生ずる、青、赤、黒三通りの海藻を食すれば、無病海運、来世は必ず物価をエベし、と告げたので、教えの通りに、それらの海藻を集めて食してみたところ、非常に美味しくて、体にも良いことから、観音様の方だから、浅草のりだと評判になったという伝説も知られている。ありがとうございます。